香港の漫画とは、香港で制作された漫画作品の日本における通称である。現地香港では漫画と表される。この記事では、香港における漫画産業の外境について解説する。アベニュー・オブ・コミック・スターズにある馬坂エッセイの風雲の主人公、不驚き雲の増風刺がより発生した香港の漫画であるが、 中華人民共和国成立以前は、主に上海から移入された、連環画が、読者の支持を獲得していた。しかし、中華人民共和国成立前後は、政治的な内容が、増加、さらに排他的な中国情勢により、上海からの連環画の供給が立たれたことから、香港独自の連環画の出版が行われるようになった。 そうした中、アメリカのディズニー作品を呼び、日本で人気を誇った、手塚治村のストーリー漫画の特徴を取り入れた、作品が1950年代後半より登場。巨漢文の、在、宿、利恵陳の、13点が登場。また4コマ漫画については現在でも連載が続く王、沢の、老風氏は発表され、香港独自の漫画文化が成立するに至った。 当初は、日米漫画の影響を強く受けていた、香港の漫画であるが、1971年に、カンフー映画のスピード感を反映させた、王玉狼による、流古門、上官商法による、リシャオロンの連載が始まると、多くの読者を獲得し、香港独自の作風として発展していく。劇画タッチのアクション漫画の人気の前に、それまで存在した、連冠画は、 香港市場から駆逐されるに至ったが、その過激な暴力表現は、香港成長が1975年に出版規制法を制定するほどの社会問題とされることもあった。1980年になると、馬栄生により、中華英雄が発表されると、香港における武術アクション漫画の地位は確実なものとなった。当時の人口が500万強の香港で、 最大20万部を売り上げた作品は、馬坂衛星を香港を代表する漫画家としたばかりか、過激なアクション表現が、香港漫画の表現の主流として確立するに至った。こうした作品を出版した、王玉郎、玉郎国際集団有限講師の経営も順調、そのものであり、人気作家との契約を締結し、自身も、良い剣、如来神手のひら、 タマロー漫画などのヒット作品を発表、自身と人気を二分していた上官商法との協力関係も構築し、香港における漫画産業を代表する企業に成長、香港証券取引所への株式上場も果たしている。しかし1980年代後半になると、タマロー気候参加の人気漫画家の独立が相次ぐこととなる。竜正試験及び表紙名による、 自由人出版が設立され、刀、剣、笑いというヒット作を発表、後の黒社会漫画を代表する牛も独立した。さらに1989年になると、馬栄生も自ら天下出版を設立し、玉郎機構の独占状況に変化が生じた。そうした中、独立後の作品を準備していた馬栄生が何者かに襲われ、 右手を負傷する事件が発生している。人気作家を失った、タマロうき子は、1987年の米国株大暴落、香港証券市場混乱の後、経営状況が悪化。資金繰りに行き詰まった、王玉郎は、負傷時に手を染め逮捕、懲役4年の実刑判決を受け漫画産業からの一時撤退を、余儀なくされた。 香港漫画界を経営にしていた王玉楼が不在となった香港であるが右手の負傷を感知した馬坂衛星は風雲を発表し大ヒット1998年には映画化されるなど香港を代表する作品となり天下出版の経営を軌道に乗せたまた服役中の王玉楼の作品の管理出版を行っていた 出版社は1992年に文化伝信と解消、王玉明路線からの転換を行っている。さらに社縦文原作、麦や壁画による、マクマグシリーズ、未知有国の、小悪語、乱外、江東区など黒社会漫画のヒット作も発表され、漫画界は活況に。王玉郎自身も1993年に出所すると玉校長グループを設立。 天使電気、神兵元気の他に、金伊沢原作の武教作品、天竜八部などのヒット作を発表し、漫画業界への復帰を果たした。一方で1990年代になると、漫画表現の過激さが、社会問題化する事件が発生した。長新 Z や、六道天書のヒット作を発表した、自由人講師であるが、1994年過激な、 性的表現の漫画本を発行して社会問題となり批判が集中、同社が大幅な経営縮小に追い込まれる事件が発生している。そうした中、ゲームを題材とした漫画作品のブームが香港に到来した。1991年に街頭ハ王が連載開始すると爆発的な人気となった。しかしこれはゲーム会社から キャラクターの使用許諾を得ていないため著作権の問題が発生。続編ではタイトル、キャラクターともに大幅に改変して作品が発表されている。しかしゲームを題材とした漫画作品の高い人気にゲーム会社側も漫画産業との協力を考えるようになり、多くのゲームメーカーが出版社に対し正式に受験し、バイオハザード。 鉄拳などのゲームの漫画化が行われた。1997年に発生したアジア通貨危機に際しては、香港の漫画作品の売り上げも大幅な減少が見られた。売り上げ回復を目指す出版会は出版物におまけをつける対策を打ち出した。武教作品に登場する武器のレプリカやフィギュア、その他、ノベルティグッズを精力的に開発、また、 単行本も表紙をホログラムや金属製にするなど特殊な出版形態が取られるようになった。こうした付加価値を目指した出版経営の結果、武器レプリカはその高い加工技術もあり、新たな愛好家を獲得するに至っている。このように発展を続けてきた香港の漫画であるが、オンラインゲームの流行により2000年以降は販売部数が急落。 オンラインゲームと協力した天外赤月刀や流俗などの作品が発表し、オンラインゲーム愛好家への作品の浸透を図ったが、読者の獲得には至っていない。また、香港を代表してきた武教漫画、黒社会漫画という題材自体が、香港のホワイトカラー化により、新たな読者層を獲得できない状況が発生。おまけによる販売促進作も、 発行部数減による収益悪化からコストに見合わなくなり、また武器レプリカの安全性や粗暴行為補助問題などの社会的な批判もあって、現在では営業戦略に採用されていない。香港の漫画作品の販売不振は認められるが、日本の漫画作品の市場は現在でも拡大傾向にあり、毎年開催される。 ドーマン伝言ンン説においても主流を占めるコンテンツとなっている。こうした日本の作品の版権を獲得し、翻訳作品を販売しているため大手出版社の経営は安定しているが、今後の香港の漫画そのものの発展に関しては、香港のみならず、大陸や台湾、マレーシアなどの海外中国語圏市場への進出なども視野に入れた活動を行っている。 その結果、林幸子にゃ孫武志軍という既存の香港漫画のスタイルにとらわれない若手作家も登場しつつある。現在の香港漫画の特徴は、1982年に発表された馬栄生の中華英雄により完成させられたと考えられている。中華英雄は現実的な登場人物の詳細を革新的かつ写実的に描いた作品であった。 1800年代から1930年代までのほとんどの中国の漫画はシリアスなキャラクターを登場人物としていた。香港の文化的な風通しの良さは1950年代にミッキーマウスやピノキオのようなディズニーキャラクターの輸入につながり、1954年の小屋好きのような西洋の影響を受けた作品を生み出した。 1960年代以降、無断翻訳コピーが横行する台湾経由で流入した日本の漫画はアニメと同様に香港漫画に大きな影響を与えた。日本の漫画とは異なり、香港の漫画はいくつかのコマが油彩調に再色されたフルカラーの紙面を特徴としている。また、制作方法も漫画家個人による創作ではなく、法人組織による、 文行制が採用され、手書き下書きを墨で原稿化、その後パソコンによる、再式作業を行うことが、一般的である。ジャッキー・チュン主演で、ザレードとして映画化 AB 校将棋、用意国、香港漫画図鑑、第8回国際漫画サミット香港、大会産業報告第9回、国際漫画サミット産業報告第10回、国際漫画サミット産業報告。 ありがとうございます。